めちゃくちゃすぐ焼けるし。このスプレー無限？無限ってことはないでしょう。まあ、そりゃそうもったいねー気がする。いやでもゲージとかないんだよねこれ。そんな、あ、スプレーこれか。うそ、マジ？おお。あ、いっぱい骨になった。強そうじゃねこれ。これ強っ、どうなんだろうな。ガードができないんだよな、でも。そう。飯大丈夫？じゃあ行くか。まあ、飯は8割くらい。じゃああなたはそのファイヤー使ってもらって、俺はドンキ使うよ。ひとまず。ここ、下行っけ。なんかおる。え？いや。あ、スプレー、さすがに、なくなった。これどっか行けるのか？なんもなさそうだけど。もう暗すぎてマジでわからん。いや、そう。ね、確かね、ヘッドライトとかもどっかで手に入るはずなんだよね。で、ここやたら水があるじゃない？あるね。実は潜水していける場所もどっかにあるんだよね。で、それで役に立つのが手に入れたエアボンベ。あとはシュノーケルをどこかで手に入れないといけないと。暗くてわかんない。だから、ここは一回戻るか。他の分岐点、行こう。はや。どっから来たっけ俺ら。あ、こっちだね。あ、骨になってる。あ、ティミーのおもちゃのかけらだ、さっき拾ったのは。で、今骨が集まったから、布と合わせることで、こうしてこうして、こんな感じ。一応骨と布でこういう防具が作れて、もちろん優先的にこっちの体力が減るから、壊れたらまあそれで終わりだけど。どっから来たっけ？こっちでいいのかな？下道分岐点かなんかあったか。これでいいのか。そ、え、防具装備できた？俺左手に骨ついてるし。あ、本当だ。めちゃくちゃ見にくいけどついてる。まあ最初はこんなビビたるもんで。そのうちね、強い食人族が出てくるとね、食人族の皮をそのまんま防具にできたりもする。おい。今はまだだけど。まあ、マップを手に入れたのは割と、めちゃくちゃ見にくいとかひどすぎはロタ。見にくいんだもん。こんなもんじゃないよ、食人族の装備が手に入ったら。おえつが走るよ。お、左もなんか。あれ、どこ行った？左行っちゃった。ネームが映んないんだよね、たまに。あ、いたいたいた。左、こっち行ってみるか。なんかモンスターの声がする方向は避けたくなっちゃう。右なんか声したのか。うん、そう。
き止まりじゃない？あ、いや、行き止まりじゃない。暗いよ。あ？出口。おい、登れる。出口ってか、ここ来たとこじゃね？え？近くに？違うか？来たとこか、これ。お、ポンチ二人でやったら、危険だよ、このゲーム。来たとこじゃん。マップ拾ったもん、ここで。戻ってきてん。戻ってきてな。もっと下るぞ。え、だとしたら、モンスターの声がする方向しかなくね。うん。へぇ。マップ見てもなんかよくわかんねえな。まあ、っていうか、これは、まあ、地上に出て埋めていかないとね。あ、やべ、危ね。こっちか行ってないの？どっちだっけ？わかんねえわ。あ、これ。写真落ちてんだけど撮れないね、これ。写真？これは何でもないんじゃないの？なんでもないやつか。行き止まり。な、行き止まりだね。写真。待てよ。ダイナマイトで破壊ができる場所があったと思うんだよね。ちょっとここダイナマイト試してみようかな。下がるんだ。うん。違ったら多分違う。ああ、違うね。ここじゃないわ。ここはさっき下ったとことは違う？そう思う。あ、こっち右行ったとこはさっき行った左のこっちだ。オッケー。うわ、うわ、後ろ。この野郎。ああ、僕が一段階行かれた。どっから来たし。びっくりした。声がする。ここはなんか抜け穴がありますね。ここ、これダイナマイト。これこそダイナマイトで。いやいやいや、これは通り抜けられる。これちょっとボスフラグあるな。行ってみるか。壊すんかい。この程度で物々しいだなんて言ったら。いや。何もなさすぎたからさっきから。発煙筒もう使っちゃった俺。うわ、なんだこりゃ。動かないよね急に。いや、なんだこれ。これボスっすね、おそらく。見える？いや、わかんない。地面すご。ちょっと火炎瓶つけて奥の方投げてみるか。パリーン。何もいなくね？音がする。いるわ、いるわ、いるわ、いるわ。いるやん、四本足やん。オブで。殴れ、燃やしてる間に。あ、お前まで燃えなくていい。あの、解放者使うんだ、あれ。例の。もう、切れた。殴ってもなんか血が出ない。あ、気をつけて、燃えるよ。一
て、暗すぎるって。なんも見えん。俺一回上に引いてる。うん、それから飯食おう。あんまり詰めてはこないか。ダイナマイト、いやダイナマイトこれ当てんの難しいんだよな。暗すぎるな。スプレー缶かやはり。あぶね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 。どこ行った？あれ？待ってこれスプレー。なくなるよ。なくなった。なくなるんじゃねえか。どこ行った？ボスがさ、わかんねえ。発煙筒取っとけばよかったな。ちょっと待って、発煙筒クラフトできないか見てみるわ。あ、違う、俺ただの棒じゃ。発煙筒、うーん。お、ちょ、近い。おっ、びっくりした。で、叩くか、なんとか。お、危ない。何してくれてる。生きてる。ボス爆発したんして。ボスどこ行った？いや、ボス砕けちゃった。マジマジ。ナイス。お前、俺ごとやれえじゃねえか、お前それ。いやー、ちょっとこれいけるなと。ハイマス作るか、この辺に。死にそう。お薬ない。あ、じゃあ俺、飯一つだけあるから、ここで焼くよ。うん。ダイナマイトって一撃じゃねえか、ボス。いや、一撃ではない、決して。ではない、さすがに。うん。え、ほんでもって、俺、ボスの死体。どこに吹っ飛んだ？いや、マジで粉々に砕け散ってたけどな。上に吹っ飛んだ？下に吹っ飛んだ？消えた。やりすぎなんだよ。ボス？なんかタスク更新されたし。暗すぎて何も見えない。新鮮な肉今持ってる？なんか、なんもないよ俺今。なんもないか。ここはしご、あ、このはしごあれだ、最初下って出くわしたはしごだ。はしごというかロープだこれ。あ、ボス直したとこか。そう、ボス直したとこだわこれ。地下洞窟って全部つながってんのかもしれない。そうなんです、全部つながってるんです。賢い。この世界の地下洞窟は全部繋がってる。はぁ。死の洞窟を探索しようというタスクが発生したね。死の、死というかもう死んだんだけどな。もうボスの痕跡ねえじゃねえか、もう。しゃあないな、飯もないし。ボスを倒したならこの奥なんかあったはずなんだけどな。ちょっと見てみるか。椅子？
急に人工物。おおい、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 砕けるんかい。あ、キャリーケースはなんかありそうだね。食料とか。斧じゃないと破壊できない。そんなことはない。あ、食料ないな。いていて。あ、カセットだ。こんだけか。カセット。これどうせまた曲のやつだな。注文。あ、ようやく分かったマップが。さっきまで分かってる範囲狭すぎて分かりづらかった。うん。最初にその、また地上探索に戻ったら、マップをまあ埋めれるだけ周辺埋めてもいいかもね。戻るしまくって。そうだね。上戻るか、とりあえず。このロープで。うん。こりごりだわ、もう。あとは懐中電灯とか探して、なんかもうちょっと明かり対策したいね。おいしょ、夜持ち帰ろう。あのなんか真っ暗闇なのに妙に明るいところがあったらね、食人族だから気をつけよう。あいつらなんかヘッドギアみたいのつけた食人族いたりするからね。ヘッドギア。いた、左の方にいる。虫。使い夜明けじゃね？夜明けやん。夜明け？お、なんだ？あ、いるやん。やっちゃいましょ。逃げるんかい。逃げん。夜明けだね。うんふん。お、あ、足。ちょっと頭蓋骨多すぎ。あの4本足のボスはね、残骸がそのまま防具になるはずなんだけど、あ、吹っ飛んでしまったなら仕方がない。あ、で、ここ入ったところだね。あ、テニスボールなんか使えんのかな。いや、使えない。遊び道具かよ。はい。この辺布には困んないな。大量にあるから。うん。トラップ引っかかるなよ。今のところこのトラップ一度もモンスター相手に役に立ってないからね。いや、トラップはめっちゃ働いてるんだけどね。働き先が違うんだよ。じゃあ夜も明けちゃったし、うん、こっち方面探索してないから、ちょっと地上探索してみるか、うん、あ、の前にあの星肉は持ってこう、ちゃんと。よし、あ、服、あ、服。めっちゃ服あるな、これね。なんかこの断崖絶壁模様も洞窟がありそうな気がしてならない。ないか。あとね、一応この世界、そのゲームクリアに欠かせないキーとなる場所があるんだけど、まだ見つけてないね。どこにあるのかわかんないよ。ティミーが囚われてる場所みたいな。ちょっと違うかな。ああ。俺なんか洞窟あるんじゃねえか。
ないな。背面の方行くか。待って、どこに行った？あ、こっち、あの、川の方です。あ、そっちじゃないです。左の川にいます。あ、それ死ぬ、死ぬ、それ死ぬって、お前。大丈夫。滑り落ちるように行ったから。お兄さん、洞窟ありました。はい、ちょっとだけ見てみてよ。ちょっとだけ見てみよ。手がかりあるやん。え、嘘、外に。ちょっと待って。あ、なんかバツってついてる。これ宝探しみたいだな。あからさまにここに何かありますよみたいな手がかりだっていう。あー、わかんねえよこれじゃ。マップ上にピンがつくわけでもないしな。ちょっと待って、何持ってるそれ。あ、びっくりした。頭蓋骨だけ持ってんのかと思った。